シャットゥルアラブ川、またはアルバンド川は、チグリス川とユーフラテス川の合流によって形成され、イランとイラクの国境地帯を流れながら、ペルシャ湾に注ぐ川。長さは 200km。イラク領のバスラ、イラン領のホラムシャハル、アーバーダーンなどの港湾都市が川沿いに連なり、両国の重要な航路となっている。イラク側の呼び名であるシャットゥルアラブ川とは、アラブの海岸を指す。またイラン側の呼び名であるアルバンドは中世イランの様々な文学作品や民族叙事詩、シャーナーメでは、チグリス川を指す名前として登場したが、20世紀に入り、パフラヴィ朝後期には、シャットゥルアラブ川を指す名として使われ始め、イラン革命後もアルバンドの名で呼ばれている。チグリス川とユーフラテス川は、イラク南部、バスラ県のアルクルナの町で合流し、バスラ県を貫いて流れる。下流は、イランとイラクの国境地帯を流れ、途中で東から、イラン最長の川、カールーン川も合わせる。カールーン川は大量の王土を含んで流れ込むため、シャットゥルアラブ川の航路を維持するための浚渫が必要となっている。川は三角州を作り、ペルシャ湾に流入する。途中のバスラ周辺では200メートルを超えた川幅は、川口では800メートルを超える。チグリス川とユーフラテス川はかつては、現在のシャットゥルアラブ川よりも西を通って、海に注いでおり、シャットゥルアラブ川の流路の形成は、地質学的には比較的新しいものである。シャットゥルアラブ川流域は、豊かな湿地帯で農耕が営まれる。世界最大のナツメヤシの林もあり、1970年代半ばには1700万本から1800万本を数え、世界のナツメヤシ9000万本の5分の1がこの地域に生えていた。2002年までにその8割にあたる1400万本が戦争、塩害、病害で枯死し、残る300万本ほども状態は思わしくない。流域地図バスラ付近のシャットゥルアラブ川シャットゥルアラブ川を行く手こぎ舟イランとイラクは長年、シャットゥルアラブ川流域の領土問題と航行権問題で対立し、これがイラン・イラク戦争の開戦の原因ともなった。1988年には戦前の状態を回復することで、両国は休戦したが、流域に重要な港湾都市があるシャットゥルアラブ川は依然、両国間の問題となっている。航路の使用と川沿いの国境線をめぐっては、数世紀前から紛争があった。オスマン帝国がサファビー朝からイラクを奪った直後の1639年に結ばれた平和条約のズハブ条約では、地元に住む部族の慣習と彼らの領帝国に対する忠誠に基づいて国境が定められ、厳密な測地などは行われなかった。シャットゥルアラブ川両岸の湿地帯には、古くからマーシュアラブ族が住んでいたが、オスマン帝国は、自らがマーシュアラブの利益を代表していると主張していた。ペルシャとトルコの間では、宗教、政治、文化をめぐる全面的な緊張が高まり、19世紀にはたびたび、双方の間で紛争が起きた。両国間の交渉は長引き、イギリス及びロシアの仲裁を経て、1847年にガージャール・アサとオスマン帝国の間で第二次エルズルム条約が結ばれた。この後も両国では条約の撤回や見解の不一致が見られたため、1851年にはイギリスの外務大臣パーマストン卿がこのような意見を残した。トルコとペルシャの間の国境は大英帝国とロシア帝国の側で、一方的な決定をしない限り最終的な決着はないだろう。オスマン帝国とペルシャは議定書を1913年にコンスタンティノープルで調印したが、第一次世界大戦によって全ては破棄された。イラク王国のイギリス人顧問はヨーロッパの国際河川で定められた国境線の原則によって定められるの適用により、シャットゥルアラブ川をイランとイラク両国が航行できる川として確保しようとした。さらに、イギリスの意思を受けたイラク側は、シャットゥルアラブ川の国境線をイランの河岸沿いに引き、水面全面をイラク領とした。これには川を航行するイランのタンカーや船舶から通行料を取る意図もあった。1930年代には、両国間の争いが激化し、国際連盟に持ち込まれた結果、1937年のテヘラン条約でイランは川床の最深線までの主権を獲得した。イラク側では、シャットルアラブ側に依存しない港の確保が重視され、イラク王国後期以来、川の西岸の湿地帯、アルファウ半島に位置する漁村ウムカスルの大規模港湾化が構想された。ウムカスルは、アルファウ半島の西に位置し、クウェートとイラクの国境をなす小さな入り江で、ペルシャ湾につながっていた。カーアシムによる政権奪取後の1958年に軍港がウムカスルに置かれ、以後が愛国の支援で港湾が建設された。イラクのアフマド・ハサン・アルバクル大統領も、シャットゥルアラブ側は、イラン側の川岸まで全てイラク領と主張していたが、イランのモハンマド・レザ・パフラビー国王は、アルバンド側をイラク領と主張する状態を不満に感じた。1970年には、両国の国交は断絶し、以後1972年から武力衝突が頻発する。国際連合は調停者として、イラン・イラク両国間の争いに介入しようとしたが、両国に拒絶された。イラン側は、この間イラク北部のクルド人分離主義勢力を支援し、イラク側は北部に軍を移動しなければならないという圧力にさらされた。1975年、アルジェ合意を結んだ。イランのパフラビー国王とイラクのフセイン副大統領1975年の OPEC の席上で、当時のイラク副大統領サッターム・フセインとイランのパフラビー国王はアルジェ合意を結び、シャットゥルアラブ側及びフーゼスターンにおける国境問題の解決と敵対関係の停止を合意した。この合意では、おおよそ川床の最深線に近い場所に引かれた線を国境線として確認した。アルジェ合意から6年も経たない1980年、イラク新大統領のサッターム・フセインは、アルジェ合意を撤廃する宣言を出し、イラン領内に侵入した。イラン・イラク戦争においてシャットゥルアラブ側は、両軍の戦闘の主な部隊となった。イラク軍は、フーゼスターンに突出し、ホラムシャハルやアーバーダーンなどの都市や石油施設を破壊したが、イランは大反撃を行い、イラク軍を川の反対側まで押し戻した。この川は、イラクの唯一とも言えるペルシャ湾への出口であり、イラン側からの攻撃によって、イラクに出入りする船舶は打撃を受け、1987年には、イラクの港湾はほぼ機能停止し物資輸送は、クウェートやアカバーンにまで振り返られた。イラン・イラク戦争は両国に何ももたらさないまま、停戦したが、1990年の湾岸戦争の際、サッターム政権はクウェート侵攻を前にイランを懐柔するためアルジェ合意を確認した。2003年のイラク戦争では人道支援物資の供給及び密輸の撲滅のためにイラクの唯一の海への出口であるシャットゥルアラブ川の確保は重要とされた。戦争開始初期、イギリス海軍はウムカスルの港湾と石油施設に対し水陸両面から作戦を行った。戦闘の終了後、イギリスはシャットゥルアラブ側とその川口部の湾岸の警備を行い、後に国際連合安全保障理事会決議1723により正式に警備任務に就いた。これにより、イギリス軍は川と河口を用いた武装の密輸を防いでいるほか、イラク海軍に対し航路警備を引き継がせるための訓練を行っている。シャットゥルアラブ側より、先のペルシャ湾においては、シャットゥルアラブ川中間線を延長した国境線が引かれているが、川の運ぶ土砂とサス形成により、海上の国境は不明確となる。イラク戦争後、イギリス海軍の艦艇がイランの主張する領域内を通ったとして、イラン軍に拿捕される事件が2004年6月と2007年3月の2度起き、両国の間の政治危機となった。下流より記載、ありがとうございます。